は、マキオです。今日はベトナムのサンドイッチ、こちらのじゃん、バインミーのお店にやってきました。お店の名前はサンドイッチハグというお店で、ハグというのは HAG なので、あのハグではなくってクソババアみたいな意味で、あのサンドイッチのクソババアみたいなちょっとふざけた名前なんですけれども、場所はダウンタウンの近くになります。また詳しい住所などは追って、YouTube なので、YouTube の方に書いておきたいと思います。それではまずこちらのバインミーをいただいてみたいと思います。日本だとベトナム料理ってフォーの方が結構メジャーだと思うんですけれども、あのアメリカでは結構フォーと本当同じぐらいバインミーがメジャーで、結構いろんなところで手に入ります。私もすっごく大好きな食べ物です。今日は、ソーセージ味を選びました。こちらのベトナムソーセージと、あと漬物のきゅうり、大根、人参、パクチーなどが入ってて、プラスでちょっと、ですね、目玉焼きの半熟の目玉焼きも入れていただいた卵ありバージョンでいただいてみたいと思います。いただきます。このちゃんと独特のソースとスパムみたいなこのソーセージがすごく合わさっていて、ちょっと塩辛いかなって気もするんですけど、ただパンがあるのですごい中和されて美味しく、で漬物もすごくいい塩梅の塩辛さ、そして最後にこのデラックスの卵を入れていただいたので、マイルドで、もう絶対日本人は間違いなく好きな味。パンもすんごい美味しくてサクサクで、でこれパンの、バインミーの生まれの由来というところで言うと、もともとベトナムでは、フランスの植民地時代があって、その時にフランス人がこう持ち込んだフランスパンの廃棄物が、廃棄の分があったそうで、でベトナム人がそれに地元の食材を加えて一つのものに合体させた、それがバインミーの由来ということで、これはもうアメリカではすごくいろんなところで販売されています。もちろん具材はベトナムとアメリカでは多少違うかもしれないんですけれども、それでもアメリカのバインミーはとっても美味しいです。そんなわけで今日はこのバインミーと、あとサラダ、他にもちょっとチップス、飲み物で全部で27ドルぐらいで注文できました。でこちらのお店なんですけれども、ご覧の通り、食べるところは外になっています。屋外で屋根があるだけで、注文するところは本当になんか銀行の窓口みたいな感じのところでオーダーして、できたら取りに行くっていうタイプです。また面白いのが、結構強気なお店でして、表示のところに電話注文をすると5ドル取られるそうです。なぜならめんどくさいからっていう文章が載っていたりですとか、じゃあこれ注文した後に座席で待っていて、まだですかって言いに行くのはやめてくださいっていう表示があったりとか、結構文言だけ見てるとすごい厳しい強気な感じなんですけども、とはいえ全然お店の人優しかったので、そういう見せかけの感じになっているのかなと思います。ご覧の通り、こちら駐車場のパーキングも結構たくさんあるので、止めやすいです。それではこちらの動画がいいねと思った方は、ぜひタラスから失礼しますのチャンネル登録をお願いします。またインスタグラム、フェイスブックなど他 SNS でも情報を発信しています。ぜひ覗いてみてください。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。